今年1年のシーズンは、明らかに今までとは変わりました。無駄な練習がない。全て試合で打つための練習、試合でいいプレーするための練習、まあ、来年のシーズンどうとか、来シーズンすぐどうとかっていうより、やっぱこの先3年後、4年、5年後とかにこうやってやってる経験っていうのが絶対生きてくると。正しい努力をすれば必ず結果は出る。ほら、もうそれでこれでいいと思った時点で成長は止まると思う。それはもう野球に限らず、サラリーマンの人でも会社員の人でもどの世界でも共通することだと思う。もっともっと上手くなりたい。今はね、ベイスターズと離れて野球してるっていう、そういう感覚は全くないですよ。今年1年っていうのは自分のことで精一杯な部分もありましたし、もっともっと周りが来年から見れるように、キャプテンもやらせてもらってますし、チームを一つにまとめられたらいいかなと思ってます。